どうも、なめこのぼし旅、りょんたんです。前回に引き続き沖縄リゾート旅行の2日目の夕方からお送りしたいと思います。こちらの方はね、帰ってきて、で部屋からの夕日ですね。今まで曇り空もしくは雨だったんですけども、この日の夕方にですね、空の晴れ間が一部見えてきまして、ちょうどいい感じで夕日がね、ビャーっと部屋に差し込んでるということで、もう絶景でめっちゃ綺麗やんってことでね、頭上の方は雲で覆われてるんですけど、ちょうどね太陽の周辺だけ晴れてるという形で、まあこんな感じでね、部屋の方にもね夕日の明るい光がねバッと差し込んで、かなりいい感じでしたね。今回はビーチサイドの部屋を予約してたんですけども、逆にオーシャンサイドっていうんですかね、そちらの方は反対に朝日の方がね、ビャーっと光、朝入ってくるかもしれないですね。そして夕方のホテルをねぶらつきますと、こちらの方はロビー階ということで、まあ2階ですね、こちらに当たります。そして階段で降りて1階に降りて、中央のね吹き抜け部分にあるカフェを素通りして、奥にあるねビーチに向かいます。ほんまねおしゃれです。これがね、ほんま何度も言うんですけど、30数年前に建てられたとは全くね思えないぐらいね、なんか今風というかね、古さを全く感じさせないデザイン、レイアウトですね。そしてビーチというかね、プールの方はもうね、この時間はもう閉まってましたね。やっぱ暗くなると危ないということで、安全面からか、夕方過ぎぐらいにはねもう閉鎖してた感じがします。この旅行では今回僕はビーチの方はね、さすがにプールの方は入れなかったですね。さすがにね、35、34号のおっさんが一人で、ね、プールでバシャバシャと泳ぐのはちょっと悲しすぎるかなということでね、はい、こんな感じです。そして今回の僕の部屋はね、ちょうど今正面に映ってる9階建ての建物の8階部分ですね、1階下の部分になります。引き続き敷地内を歩きますとね、こんな感じでいかにもリゾートって感じでね、緑あふれる、そしてヤシの木とかも生い茂ると、そしてこちらの砂利道、坂道を降りればもうすぐにビーチ。まあね、リゾートホテルってもうそのホテルだけでね全て完結しているっていうのはねいいですね。もうホテルの寝るとこもあれば、ね、プール、そしてすぐ横にはビーチで、ビーチでもいろんなレンタルもあったり、海のアクティビティもあったりね、まあ、ほんまね今回リゾートホテルっていうのは初めて泊まりましたけども、ほんまね楽しいところですね。そして食事の前にちょっとね、ラウンジでタダ先を決めておこうということで、昨日も利用したクラブインターコンチネンタルラウンジの方ですね、入ってきましたと。そして飲み物ですね、カクテルと前菜、タパスですかね、こちらの方を注文しましたと。カクテルの方は昨日もね前回紹介しました、美味しかったというコーラルブルーというね、泡盛とパッションフルーツとか、あとブルーリキュール、そういったものを混ぜ合わせたカクテルで、甘くてねめっちゃ美味しいです。まあ、いう感じとしてはね、ミックスジュースみたいなのが近いかな。で、こちらの前菜ですね、3種類、今回はアジアンのにしたんですけども、こちらステーキ、ちっちゃいミニステーキとシューマイと春巻きって感じでしたね。これ3つともね、ほんま全部美味しかった。ほんまね、お酒に合うって感じですね。で、合わせてピーナッツの盛り合わせももらえますんで、結局ここでこのコーラルブルーを2杯ぐらい飲んで、次のね、夕食会場に向かったかと思います。ちょっとカクテル2杯飲むと若干ちょっと酔いが回ってきますね。そしてこちらが本日の夕食会場ですね。日本ホテル内にあります日本食レストラン、雲海。こちらは普通のね、日本料理のテーブル席と合わせて、鉄板焼きですね。
とあと寿司カウンター、そういったものもありまして、今回事前に鉄板焼きのコースを予約しておきました、ね、こちらですね、マンザコースというのを今回注文しまして、その中にねカツ伊勢エビっていうねのを使うみたいなんですけど、これねついさっきまで生きてた分なんかな、こんな感じでねこの伊勢エビを使いますよってねわざわざ見せてきてくれるということで、おおこれを今から食べられるんかって若干感動しましたね。そして飲み物は僕の大好きな梅酒ってことで、梅酒の水割りを頼みましたと、ね、先ほど飲んだカクテルもね当然甘くて美味しいんですけど、程よい甘さの梅酒が僕的には好みですね。でこちらは先付けのなんとかの煮こごりですね、何のだったかはちょっと忘れちゃったんですけど、まあ、これもね、まあ、さっぱりとしてなかなかこれも美味しいですね。そして続いてお刺身ということで、マグロと海ぶどうとカンパチだったかな、さすが四方を海で囲まれている沖縄ですよね、まあ、それで言うたら日本も四方海で囲まれてますけど、とりあえずねプリプリでなかなかね全部美味しかったです、まあ、特に海ぶどうね、やっぱ沖縄来たらやっぱ海ぶどうついつい食べちゃいますね。そしてこちらがカツ伊勢エビ半身ということで、ね、さすが鉄板焼きということで、目の前でねこんな感じで調理してくれるっていうのがね、やっぱりこの鉄板焼きの一番の醍醐味ですね。先ほどのあの新鮮なねピチピチのエビの半分をね贅沢に使った、まあ、蒸し焼き、まあ、バター焼きって感じですね。こんな感じで何度か水でバシャーっと蒸して、でそちらに後でね出てきますけどバターで絡ませるといった感じです。まあねこれ目の前でほんまにやってくれるんでね、ただ見てるだけでね楽しいですね。でまたこれね他のお客さんも周りにいますんで、結構ね他のお客が頼んだ料理を見るっていうのもね結構楽しいですね。例えばこれ一番安いコースとかでしたらこんなエビとか出てこないんでね、あこれすごいうまそうやな、それ見てうまそうやな、自分も食べたいなと思ったりね、あええー、なーというのをちょっとこういったところでも格差社会をね感じたり、そういったこともできますね。でこんな感じで身にね蒸してできた身にバター絡ませて、ただこちらの方はひじきだったかな、こちらの方も火通してこんな感じで持ってくれてましたと。レモン添えて完成ということでね、もう見るからにもう美味しい、もう食べなくても分かるぐらいね、もう絶対これは美味しいやつ、ね、見ただけで分かる美味しいやつですね。まあ、当然味の方はねもうプリプリでしたね、もうプリプリ、もうねで噛んだらジュワーっとねエビの旨味とあとバターの香りでねたまりませんねこれは。そしてこちらは沖縄産焼き野菜と島豆腐の蒸し焼きということで、どっかのねキノコとあと紅芋、そして島豆腐、あとほうれん草ですね、すべてこの沖縄で採れた野菜とかを使ってこんな感じにね蒸し焼きソテーとかですね、そんな感じで焼いてくれます。このほうれん草がね一瞬でこうしなしなってなったのはね見ておおって思いましたね。さっきまですごいボリューミーであんなに食えるんかいって感じの量だったほうれん草がね、なんかちょっとこう水でシャーっとね蒸すだけでねもうこんなにちっちゃくなるって感じですね。はい、でこんな感じで野菜もねとても美味しそう。野菜ってね、まあ僕もそこまで大好きってわけじゃないですけど、なんかこういうのを見るとね、あめっちゃうまそうって思いますね。でこちらは紅塩となんか忘れましたけど、なんかの塩という感じで2種類のね味で楽しめますと。お好みに合わせて振りかけて食べてくださいって感じでした。入れ物がねいいですね、このシーサーの入れ物がね、うん、さすが沖縄って感じがしていいですね。そしてこちらの方がメインのねお肉の出番ということで、
黒毛和牛サーロイン 150g ということでね、150って結構多いような気がしたんですけど、この塊ブロックで見るとそんなではないですね。そして鉄板焼きおなじみね、目の前でガーリックチップスっていうんですかね、ニンニクの薄いスライスをね、どんどん焼いてもらって、それでだんだんといい香りがねして、どんどん食欲をねそそりますね。そして焼いた後にこうね、ブワーッと炎でブワーッとフラッて言うかいね、ね、こんな感じでこう見た感じで、見た目でね、なんかおーって表面をカリカリにこれでしてくれるんかな、ね、この見た感じが炎ブワーッちゅうのがねいいですね。ちょっと語彙力がないですけどね、ブワーッていう効果音もちょっと僕なんだかんだで対応しますんで、ちょっと語彙力ないんですけど、ご了承ください。はい、でこんな感じで中ね、いい感じ、まあ、僕もあんまりね生はそんなに好きじゃないんでね、まあ、いわゆる一般的なミディアムでお願いしました。焼き加減は、まあ、こういうの見るとね、コックさん、料理人さんのね手際の良さがよくわかりますね。でこちらはお肉の前のフレッシュサラダということで、今回まあごまと和風と梅のドレッシングがあったんですけど、今回は梅の方にしましたと。甘酸っぱくてね、美味しかったです。そしてサーロインステーキの完成ということでね、もう香りがたまりませんね。もうニンニクの香りと合わさってね、こんな感じでドーンと。そして梅酒おかわり。で食べるときは先ほどの紅塩とか普通の塩とか、あと合わせてポン酢とわさびですね、そういった感じでちょっと味をね変えて楽しめますと。こんな感じでなめこもね、もうテンション上げ上げということで、目の前に出されたね美味しそうな肉でもなめこもノリノリノリに乗ってますと。そしたらこれいただきますということでね、もうね焼き加減最高で、もやほんと柔らかいね、うん、表面はねしっかりと焼いてあるんですけど、中がね程よく中間、うん、いい感じ、さすがやねこれは、ほんまで、いろんなパターンでねそのまま食べたりね、いろんな塩それぞれ全パターン食べたんですけど、わさびがいいかな、うん、やっぱね食べていくとだんだんと油が若干くどくなってくるんですけど、わさびがねちょっとさっぱりいい感じにねそれを中和してくれていいですね。そしてご飯ものということで、ガーリックライスをね目の前でこんな感じで作っていってくれてますと、ね、ご飯を軽く焼いて、牛肉、先ほどの肉のちっちゃいバージョンを細切りにしたもの、あとガーリックとか、あとねニンニクとか、あと人参とかもなんか入ってるみたいですね。そういったものをこんな感じでね手際よくパパパーって焼いてくれたってね、完成と、ね、これもねもういい匂いがたまりませんわ、ほんまね、これもう一回食べたいねってぐらいね、このガーリックライスは美味しかったです。そしてねこの右の破壊力、ね、先ほどのカツ伊勢エビの半分がまたここにドーンと入っとんですね。で、おお、すげえ、中に身が養蚕入っとんかな思ったら、そうじゃなくて、これ最初に食べましたカツ伊勢エビの、まあ、バター焼きですね、それに使われてた殻だけが、まあ、入ってるような状態、まあちょっと簡単にその味噌汁にだしを取るということで、うん、入ってるみたいで、いわゆるまあ僕が食べたのはこの伊勢エビの半分だけですね、このコース料理で食べたのは。ふとあれ、じゃあもう半分どこ行ったのと思ったんですけど、まあその半分はまた別の料理、他の人の別の料理に使われるってことなんですかね、うん、てっきりねこれ味噌汁の中にまたこっち半分の身がドーンと入っとんかな思ったら、うん、そうではなかったです。ただこの味噌汁もねめっちゃうまかったね。やっぱまあでもあの短時間で出汁取れるのって思ったりはしたんですけど、でもね、うん、とりあえずこの身がというか殻、伊勢エビの殻が入っとうのを見るだけでね、すんごいのが美味しかったです、ね、
まあ、美味しい美味しいとしか言ってないんですけど、とりあえず美味しかったです。はい、で最後は締めのデザートということで、黒糖アイスクリーム入り沖縄前菜。はいはい、ということで以上でコース料理終了となります。気になるねお値段の方なんですけども、結構します。もともとのコース料理が 17,000円、それに梅酒が1杯1000円ですね、ということで 19,000円なんですけども、これにねこういったいい感じのホテルはねプラス、まあ、消費税プラスサービス料というものがね加算されますと、ということで確か2万2000円ぐらいだったかと思います。僕の場合はね、まあ、こちら今回 ANA、の関係もありまして、スターフライヤーズカードでちょっと 10% レストランで割引になるということもありまして、まあ2万円弱といった形でした。はい、ということで、この沖縄旅行2日目終了ということで、まあ、若干酔っ払いながら、部屋に戻りまして寝ましたという感じです。はい、今回は以上ということで、まあ、次回ねまた3日目の方をお送りしたいと思います。3日目の方ねもともと曇りだったんで、まあ、部屋でゆっくりしようかなと思ってたんですけど、朝起きると快晴ということで、台風一過の快晴ということで、まあ、ダイビング行ってきましたんで、まあ、その模様もまた合わせてお伝えしたいと思います。はい、以上です。